うーわ、やーべえこれ。うわーで。わわ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 ー。綺麗に月に飛んでいったな。ドスッと。はい、どうせ、あ、これか、連打で。ちょっと、脱出。オッケー。おー、ビビったぜ。まさかこんな風に飛ばされるなんてよ。なんかあるかい、なんかあるかい。でもなんとか月に着いたみたいだな。さあゴンザレス、最後のスターストーン見つけて B チーム助けようぜ。オッケー、そこが気になるね。月ってなジャンプ力高なるんやな。オッケー、あ、ストップウォッチか。いいね。なんかあるっけ。ここら辺は何もないか。よし、こっち側から行こうか。たくさん行く場所あったような気がすんねんな。あちらの方に何かありそうですわ。了解。敵なんだよね。うわー、ここの BGM いいな。1クリスティーヌで、もう石はダメでしょっと。さあ頭の尻で、もう最終決戦じゃないけどだいぶ終わりに近づいてこんな。月の深淵もんよ、月に住み着いてる深淵もんね。よう行けとんな。6で攻撃力は5、防御が5よ。相変わらず防御力高いわね。しかし炎の攻撃はこいつに効かないわ。爆発でひっくり返すと防御力が0になるから。了解。ひっくり返せばいいなら地震アタックでしょう。よいしょ、ひっくり返せばこっちのもんよ。まあ、ハート欲しいね。ありがとう。さあジャンプで決めていこうか。 OK。 いいねいいね、6ポイント。うわマジこの BGM ええな、アレンジ。うわこれやな、宇宙力やからな。めっちゃ空動いてんな。ぐる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 って。どっかなかったっけな。ま、あ、危ないよ。危ねえ。オッケーオッケー。で、岩か、岩壊したらいいんか。あー、ゆらゆら地震。ここら辺もどんどん使っていかなな。アイテムが溢れて帰ってもとんやな。よいしょ。オッケー、カチカチコーラか。カチカチコーラは別になくてもええわ。捨てると、よいしょ。とりあえずこいつらは一掃したから、ちょっとアイテムとか見ていきましょうか。チュチュリーナで、この辺り何もないんかい。そんじゃあっち側行きましょうか。足遅いねんな。これループしてんだっけ、全然覚えてへんねんけど。よいしょ。あー、メープルシロップか、使っちゃおう。もうFP どんどん使ってまうからな。よしよし、じゃあもうこの辺の敵も全部一掃してしまうか。 OK、 一掃したかな。ってことでここのやつとか壊していこうか。よいしょ。ドカーンと何もないのかい。そんなことある、何もないのかい。
まあ一掃して、まあ、経験値はもう要件もらえとうから別にいけない、一つのバトルで6から9ポイントぐらいもらえとうから。お、来たな。あー出たー、新しい敵キャラ。危ねえだろ。バリアーンやったっけ。バリアーンは普通のやつか。これは何バリアーン。ここら辺から敵強すぎるんよ急に。倒してるちょうだい。バリアーン Z か。ももクロみたいな感じやな。Z をつけるという。 OK、 次はそんなに高くないかな。うまくプチバリアン Z を一気に倒していこうってことな。あ、確かに6や7やからな。けど物知りでプチバリアンも物知りしておきたいから。あれプチバリアン出さへんの。出すんかい。さあプチバリアずっと教えてちょうだいと。おお、まあこれはいつものやつやな。2で了解です。よいしょ。まあ次はもう一回攻撃してきてもかバリア張ると思うからな。クリスチーヌでバリア、バリア、プチバリアを攻撃して、マリオのガッツン、ガッツンでいいかな。ガッツンジャンプで8やから倒せるでしょう。 OK でレベルアップ、いいよ。さあここから何を上げるかやけど、んー、そろそろ HP も上げとくか。1回ぐらいは強くなってくるし、1回の攻撃で高くなってくるかな。7とか9とかそんな敵ばっかやから HP 上げとかなな。 OKOK。 さてあっちにもよけてきおるけど、とりあえずここ壊すか。お、デカデカドリンクアイテムか。いっぱいどうしようかな。宿泊券いらんかったな。置いてくればよかったわ。あー、レッドカラリンとかもな。レッドカラリンいらんか。またもらえるし卵とかも。まあここら辺もっかい敵一掃しますか。これで多分一掃したかな。であっちに身がばってのアジトが見えるね。だけどここら辺どんどん壊していこうってことやけど、ここに入ったらあっちアジトに行けるんやけど、と他壊すもんなかったっけな。どうやったっけ。あそこか。パウ、とりあえずもらっとこうか。いっぱいか。不思議な卵いらんな。せっかくもらったけど、あ、宿泊券の方がいらんか。もうどっちみちありやし、宿泊券捨てちゃうか。で一旦こっち行こうか。こっちは入り口に戻るんかな。また新しい場所なんか。これ一周するんやったっけ。なんぼかの5つぐらいの場所が。ここもうない。なんもないな。こっち側はあ、なんかあるね。ということで、まあここら辺の敵もまた一掃しましょうか。 OK でバム、ボム、ボムのやつあったな。ほか。バレルで、
OK、 メープルシロップ、でこれはもう使っとこうか。 OK、 さあチチュリーナ、なんかあるかい、ないのかい。さあてこっち側はまだある。これどこまで続く、これ。ちょっと待ってよ、一回先見てみようか。先見てみて、一周しとったらあれやけど、あ、セーブがあるってことはここでやっと一周、うん、ここで落ちてきて右に、え、左に行ったんかってことはあと一周か。だけどここ壊しとこうか。そういうセーブしてなかったな、来てから。オッケー、なんもないんかい、ほんまに。なんもないのね。まあさ、 あれやな、隣行ったら終わりかな。よいしょ、ここはあるね。じゃあここも一掃してアイテム回収したらバッテンダーの基地に行こうか。よーし、これで一掃できたかな、ここも。さあ、あとはこの辺の岩壊してのアイテム回収。ウルトラキノコでかい。あー、マジかー。スーパーキラーを使おうか。いやー、ここでウルトラキノコがでかいな。で、これはビリビリキノコか。うーん、ビリビリキノコはな、正味そこまで使う要素はない気がするんやけどな。ここら辺いるかなと思ってもな。一回これ捨てようか。他なんかあるっけな。あ、一回ここ抜けてアイテム確認しようか。それでなかったらバッテンダーの基地に行きましょうか。さあどうですか、ありますか。ないな。オッケー、それじゃあ基地に向かいましょうか。回収したんかな全部。あ、すべて回収したか。オッケー、じゃああと基地だけ。さあ、いよいよ第7ステージも終わりが見えてきましたね。基地攻略だけやけど。ああ、また敵増えてる。倒したのに、倒したのに。せっかく苦労して倒したやつらがみんな増えてるじゃねえか。オッケー、さあそこの土管入って早速行きましょうか。バリアーンがな、強いな。よーし、高っ、基地より高く飛んようぜ。よっしゃー、うわー、ワクワクするな、久々や。はてなはてなはてな、なんとか怪しいと思うだな。ゴンザレス気をつけていこうぜ。了解、逆に渡っていく。よいしょ、ちゃんとエスカレーターしっかり左側に乗ろうか。左側通行やからな。何、何者であるか。お前はマリオということは即刻排除するのである。強そう、ここ強いよな。いきなり強そうな敵が出てくるんだよ。怖っ、真っ黒ってどれぐらい強いんやっけ。もうこういう敵があまり強すぎてな、 HP 増やしとかのやばいよな。上、あ、こちら5か、起きる5なんか、まだマシか。エリート軍団員、メガバッテの中でも特に優れた軍団員よ。最大 HP は5で攻撃力は、10で、攻撃力は5、防御力1。普通に攻撃してくる他に薬で自分を大きくして攻撃力アップしたりするわ。
なるほど、手強いね。いきなりこれでいくか。ジャバラジャンプ。さあ影を見て、オッケー、うまい、ラッキー。あー、くっそー、スーパーガード難しいな。ガッツンジャンプ7か。攻撃や防御1やから、オッケー、ラッキーラッキー、リンゴチャンス。はいはい、あーくそー、今失敗してもどうせ後ろにあれがあるからな、回復が。けどもうレベルアップするしな、どうしようかな、悩ましいな。94、あと1人倒したらもうレベルアップか。じゃ別にせんでもええな、20払って。おーひー、マリオ、あいつはここにいるってことは、そうよ、きっとここにピーチのがいるのよ。確かに、だったらスターストーンもここにあるはずよ。探しましょう、マリオ。目がバッテンなじと、あーかっこええ、 BGM かっこよすぎ。ここはなんもないな。 OK、 じゃあここから進めていきましょうか。